イスラームにおけるヒジュラは、特に622年に、イスラームの預言者であるムハンマドと、ムスリムが真っ赤からマディーナへ移住した出来事を指す。日本語では聖戦とも呼称される。真っ赤で、イスラームの布教を行っていたムハンマドと彼に従う、ムスリムは、クライ種族などの真っ赤の住民から迫害を受けていた。一方、真っ赤の北方にある、ヤスリブは、 何十年にもわたる部族間光争で疲弊しており、強力な調停者を必要としていた。620年に6人のヤスリ部の住民がイスラームに改収したことをきっかけにヤスリ部のイスラーム化が進み、武力を持ってムハンマドとイスラームを守る誓いも行われた。622年、ムハンマドはヤスリ部より調停者として、 正体を受け、ムハンマドは70人余りのムスリムをヤスリブに移住させた後に、アブーバクルと共に自らも移住した。ヒジュラによって、イスラーム共同体であるウンマが形成され、これは、後のイスラーム社会や、国家の原型となった。また、二代目正党カリフであるウマルイブンハッターブによって定められたヒジュラ歴の起点にもなった。なお、マディーナは、ヒジュラ語に名付けられた。 都市名であるため、本校ではヒジュラが行われて解明されるまでは、旧称である、ヤスリブと表記する。ヒジュラとは、アラビア語で、移住を意味し、特に、今までの人間関係を断ち切って新たな、人間関係に移ることを言う単語である。イスラーム用語としての意味は、多神教徒などを意味するシルクの支配にあり、宗教的迫害を受ける、恐れのある力。 その心配がない地へ移住することを指す。ヒジュラという単語は、一般的には、本校で取り扱う、真っ赤から、ヤスリブへのムハンマドやムスリムの移住を指すが、615年前後に、行われたムスリムのエチオピアへの亡命や、イスラーム教徒の大征服の時代に征服地である、ミスルでの戦いに参加することも、ヒジュラと呼ばれた。また、ムラービ都町においては、 外部から陣営に加わること、植民地時代のマグリブやインドでは、ヒムスリムの支配を逃れて、ムスリム支配地に移住することも、ヒジュラと呼ばれた。本校で取り扱うヒジュラに限らず、ムハンマドの事席については、イブニスハークが記した、マブアスとマガーズイーという著作を、イブニヒシャームが、ムハンマドの伝記を中心に再編した、預言者ムハンマド伝にほとんど頼っている。 原本となったイブンイスハークの著作は現存していない。こうした理由から、本校の記述は、基本的に、預言者ムハンマド伝による。ただし、イブンヒシャームが、恣意的に削除した部分が多いほか、要は、伝承者が記されていない情報の入手元に疑問が、残されているとしている。西暦600年頃のアラビア半島の地図、610年頃に、 平山にて、アッラーの啓示を受けたムハンマドは、614年頃から、真っ赤の市民への宣教を始めた。当初は、真っ赤の市民はムハンマドを嘲笑していたが、信者が増えるにつれ、ムハンマドやムスリムに対して、迫害を行い、帰郷を迫るようになった。615年頃には、 ムハンマドの勧めにより100人以上のムスリムが、同じく一神教であるキリスト教徒の王が治めている、アクスム王国へ保護を求めて亡命した。これによって、当時のムスリムのほとんどが真っ赤を去り、ムハンマドの元には、少数の青年男子しか残らなかった。619年には、ムハンマドの妻であるハディージャビンとフアイリドと、ムハンマドのおじでありハーシム家の長として、 ムハンマドを保護していたアブータアリブが死去した。新たに、ハーシム家の長となったアブーラハブは、当初はムハンマドを保護すると約束していたが、やがて彼は、部族の名誉を汚す、裏切り者として、ムハンマドの庇護を取り消した。ハーシム家の庇護を失ったムハンマドとムスリムたちへの、迫害は、ますます激しくなっていった。ムハンマドは不況と自らを庇護してくれる人を、 見つけるために、真っ赤から60キロメートルほど東にあるタイフに、赴いた。ムハンマドは密かに現地の有力者に接触して、自らを庇護するように要請したが、彼らはこれを断った上で、住民に石を投げさせて、ムハンマドを追い返した。その後、ムハンマドは、ナンファル家の課長であるムトイムのジワールによって真っ赤に、入ることができた。620年。 ムハンマドはカーバンを訪れた各部族の巡礼団の間をめぐって戦況を行っていた。この時、ムハンマドの教えを聞いてイスラームに回収したものの中にヤスリブから来たアウス族とハズラジュ族の巡礼団6人がいた。ヤスリブに帰った彼らはイスラームを布教した。ヤスリブとは現在のマディーナであり、真っ赤の北方およそ3 5 0トル 航海からおよそ160キロメートルほどの内陸に一致している。住民のおよそ3分の1がクライザ族やナビール族、カイヌカー族などのユダヤ教徒で、3分の2が多神教徒のアラブ人だった。当時のヤスリ部では、アラブ人の有力部族であるアウス族とハズラジュ族が、ユダヤ教徒を巻き込んで、何十年にもわたる構想を繰り広げていた。国家が存在していなかった。 当時のアラビアでは、部族の一員が殺害された際には、敵対部族を殺害することによって、勢力均衡を図る、地の復讐と呼ばれる制度が形成されており、両部族は復讐の悪循環に陥っていた。そこで、ヤスリブは平和の回復のため強力な権威を持つ、調停者、指導者を必要としていた。その翌年である621年の巡礼月、ヤスリブから、 昨年マッカを訪れて回収した6人のうち5人を含めた12人の部族代表者がマッカのムハンマドを訪れた。ムハンマドと彼らはマッカ郊外の赤羽の谷まで会見を行った。ウバーダ・ブン・アルサーが語ったところによると、この会見の中で彼らは多神教の崇拝、盗み、肝図、女児殺し、隣人への中傷などをやめることを誓ったという。この誓いは、 第一の赤羽の誓いと呼ばれる。その後、ムハンマドは信頼のおける弟子であるムスワブ、イブン・ウマイルをヤスリブへ送り、新たな信徒の獲得に努めた。これは大きな成功を収め、ヤスリブでは、どの家庭においても、家族の誰かはムスリムであるという状態になったという。ムスワブは、翌年の巡礼時期の直前に真っ赤に戻り、その成功をムハンマドに報告した。 六百二十二年六月には、男性七十三人、女性二人からなる七十五人のヤスリ部の施設団が、ムハンマドの元を訪れた。再びアカバで会見した彼らはムハンマドを神の、使徒として認め、武力で、ムハンマドとイスラームを守ることを誓った。これを、戦いの誓い、または、第二のアカバの誓い、という、カーブ・ブンマーリクが語ったところによると、 ムハンマドは彼らの中から核部族の指導者12人を選んだ上で彼らをヤスリ部に返した。こうして、ハズラジュ族を中心とする回収者を中心としたヤスリ部の住民は構想の調停者としてムハンマドを迎えることを決断した。ヒジュラの経路図。真っ赤での戦況が行き詰まっており、なおか罪の危険を感じていたムハンマドはヤスリ部からの招待を受け入れた。 第二の赤羽の誓いから数日後、ムハンマドはムスリムたちにヤスリブへ向かうよう指示した。ムスリムの中で最初にヤスリブへ移住したのは、アブーサラマという男だった。彼はエチオピアに移住し、その後真っ赤に帰ってきていた。ウンムサラマが語ったところによると、彼は妻であるウンムサラマと息子であるサ、ラマと共に移住しようとしたが、真っ赤を出たところで、 ウンムの親族が彼らを追いかけ、お前のことは、お前が決めればよい。が、妻を連れて行くことを、我々が許すと思うのかと言ってウンムと、息子サラマを彼から引き離した。すると、同じくそこへやってきたアブーサラマの親族が、サラマは我々一族のものだとしてサラマを妻から、引き離して連れ帰ったという。両家の板挟みになったアブーサラマは仕方なく一人で、移住した。 ヒジュラは密かに行われていたが、後に二代目正党カリフとなるマルイブンハッターブは、カーバ神殿で、暗い種族を前にして、命の惜しくない者は私に挑戦せよと堂々と、宣言してから真っ赤を去ったという。こうして70人余りのムスリムたちが数名ずつ、家族単位で密かに真っ赤を脱出し、ヤスリブへの移住を遂げた。 通常のキャラバンなら11日で到着するところを、彼らは2ヶ月ほどかけて進み、ほぼ全員が、暗い種族の妨害に遭うことなくヤスリブに到着した。彼らは、ヤスリブのムスリムの家に泊まって、ムハンマドの到着を待った。ウマルが語ったところによると、アイアーシュ・ブン・アブ・ラビアという男は、ウマルと同行して、ヒジュラを遂げたものの、ヤスリブまで会いに来た兄弟に、 お前の母は癌をかけた。お前を見るまでは髪を溶かさず日中でも、日焼け止めを使わないと。と告げられ、これは、兄弟の策略だというウマルの忠告を無視して、真っ赤へ戻ることを決めた。真っ赤が近づくと兄弟は彼を縛り上げ、見せしめとして、街中を引き回したという。真っ赤脱出真っ赤に残ったのは、ムハンマドとその妻サウダと、娘ファーティマ。 アブーバクルとその家族、そしてアリーのみであった。アブーバクルはムハンマドに何度もヒジュラを結婚する許可を求めたが、ムハンマドは急いではいけない。おそらくアンラーはあなたに友を与えられると言って、すぐには出発しなかったという。アブーバクルは出発に備えて砂漠の長旅に耐えられる瞬速のラクダを二頭購入した。ヒジュラは秘密裏に行われていたが、 噂は、真っ赤の人々の間に広まった。うまい明けのアブース・フィアーの中心とするくらい種族の有力者たちは集まって、競技を行った。競技では、ムハンマドを鎖につないで投獄して、一生拘束するという案、ムハンマドを真っ赤から追放して二度と戻らせないという案が出たが、それぞれ、ムスリムが彼を救出しに来る可能性、追放された地で仲間を増やして、 真っ赤を征服しに来る恐れから却下されたという。協議の結果、暗い種族の各家系から屈強な若者を一人ずつ暗殺者として送り、一斉にムハンマドを剣で刺して殺すという案で一致した。これは各種族の代表者が一斉にムハンマドを殺すことで、上記の地の復讐に基づく報復の責任を分散させ、 ハーシムけに報復を行わせないようにするという意図があった。ムハンマドの暗殺は同年9月に行われることになっていたが、ムハンマドはこの計画を事前に察知した。アーイャが語ったところによると、ムハンマドはアブーバクルの家へ行き、ヒジュラを行うことを彼に告げ、アブーバクルの娘であるアスマとアーイャが食料を用意した。また、ムハンマドとアブーバクルは、 同案内人であるアブドゥッラービン・プライクとを雇い、ラクダを預けた上で3日後にサウル山で会うことを約束した。その後、ムハンマドは夜が来たら、ムハンマドのベッドで寝るよう、後に第四大政党カリフとなる、アリー・イーブン・アビー・ターリブに指示した。深夜、ムハンマドとアブーバクルは家の裏口から抜け出し、徒歩で真っ赤を脱出した。 洞窟での潜伏ムハンマドとアブーバクルが身を潜めた、サウル山の洞窟の入り口。2008年撮影。真っ赤を出たムハンマドとアブーバクルはまず、マディーナとは、反対側である南側、イエメン行きの道を5キロメートルほど進み、サウル山の頂上近くにある洞窟に身を潜めた。洞窟の入り口は身をかがめなければならないほど低くて、小さかったが、洞窟内は広く、 高さもあった。彼らが、洞窟に身を潜めた後、アブーバクル家の解放奴隷であるアーミルブン腐敗らが、羊を連れて二人の足跡を消したという。ベッドにいるのがムハンマドではなく、アリーであり、ムハンマドがすでに真っ赤を脱出したことを知った。暗い種族は、ムハンマドの首に、ラクダ百頭をかけ、捜索隊を出した。なお、アリーは投獄されたがすぐに釈放された。 ムハンマドとアブーバクルが洞窟に隠れている間、アーミルブンフヘ兵ヤが洞窟の近くに羊を連れてきて、絞った父を彼らに飲ませたり、アスマが食料を持ってきたりした。また、真っ赤に残っていたアブーバクルの息子であるアブドゥッラーは夜になると洞窟を訪れて、真っ赤の様子を報告した。アブドゥッラーが真っ赤に戻るときは、 アーミルが羊を彼の後について行かせて足跡を消した。捜索隊は主にヤスリブへの道でムハンマドを探していたが、ある一段は残された足跡をたどってサウル山に到達し、二人が隠れている洞窟の入り口までやってきた。この時のことをアブーバクルは以下のように解雇している。また、 以下に引用するクルアーンの第9章40節の一節はこの洞窟での出来事を指していると信じられている。捜索隊は洞窟の前まで来たにもかかわらず中を覗かずに去った。後世の伝説によると一匹の雲が入り口に巣を張り、また一羽の鳩が卵を産んで温めていたため、これらを見た捜索隊は中に誰もいないと判断して通り過ぎたという。 洞窟に潜伏してから3日目の夜、アブドゥルラーは、捜索が終了したと、ムハンマドらに知らせた。4日目には、約束通り道案内人のアブドゥルラー・ビン・クライクトが、ラクダをサウル山に連れてきた。アスマが洋食をラクダにくくりつけた。また、アリーはムハンマドが真っ赤を脱出した3日後に、ムハンマドの妻子とアブーバクルの家族と共に、真っ赤を脱出した。 ヤスリブへの到着到着したムハンマドをタンバリンを叩いて迎えるムスリムのエムハンマドとアブーバクルはラクダに乗りアーミルとアブドゥルラービン・クライクトと共に4人でヤスリブへ出発した彼らはキャラバンが通るような人通りの多い道や有名なルートを避けて進んだというサウルさんを出発して北西のジェッダ方面へ進んだ後内陸に戻った マッカ北方のウスファーンを過ぎると、たびたび交易ルートと交わるようになった。ジュフファを過ぎたら、クライ種族の影響力が及ばない地域であったため、その後は、本来の交易ルートで、ヤスリブへ向かったという。9月24日の午後、彼らは、ヤスリブ郊外のクバーに到着した。ムハンマドの到着前、ヤスリブにはムハンマドがマッカを脱出したという情報は、入っていたが、 ムハンマドが洞窟で3日間潜伏していることは誰も知らなかった。ヤスリ部の回収者や真っ赤からの移住者たちは真っ赤への道を1、2マイルほど進んだところにあるハラートと呼ばれる岩山に陣取り、ムハンマドが到着する10日以上前からそこと家とを往復して彼を待っていたという。ムハンマドが到着した9月24日、彼らは すでに腹跡から家に戻っていた。しかし、夏目屋市畑で働いていた一人のユダヤ人がクバーに向かうムハンマド一行の姿を捉え、家の屋上から、お前たちの幸運がやってきたぞと叫んだ。ムスリムたちは、急いでクバーに向かい、ヤスリブに到着したムハンマドを、死を歌ったりタンバリンを打ったりして、喜びを表して迎えたという。 二人から三日遅れで真っ赤を出発したアリーは、ムハンマドが到着した二日後にヤスリブに到着した。ヤスリブ郊外のクバーに到着したムハンマドはそこで、数日を過ごし、イスラーム史上初のモスクであるクバーモスクを作った。その後、ヤスリブの中心部に移ったムハンマドは、古事の土地を買い、そこに住居を建設した。 この住居は後に預言者のモスクとして利用されるようになった。ヤスリブではムハンマドへの異論を唱える者がいたが、大多数の者は彼を調停者とするのに賛成した。イスラームを受け入れた住民は必ずしも多くなかったが、ムハンマドは住民皆がアッラーの信者になったとみなした。また、ヤスリブはアラビア語で預言者の街を意味するマディーナールイコールナビー。 略して、街を意味する、マディーナと呼ばれるようになった。ヒジュラの結果、マディーナには、イスラーム共同体であるウンマが成立し、イスラーム社会、国家の原型となった。また、マディーナを拠点として真っ赤と対抗し、後の大征服を可能とした。このためイスラームの思想や歴史ではこのヒジュラの重要性が強調されるようになった。 二代目政党カリフであるウマルが638年に、暦を定めた際には、ムハンマドの誕生日でも刑事が下った日でもなくこの、ヒジュラを起点とし、ヒジュラが行われた年のアラビア歴1月1日である、西暦622年7月16日を、ヒジュラ歴の元年元日とした。ありがとうございます。